週末映画情報シネマキング週末映画情報シネマキング第26回目始めます。案内役は映画でナビゲーターそして C2 発行編集人の川本明がお届けします。今回は9月22日木曜祝日そして9月23日金曜日9月24日土曜日、合わせて20本あります。足早に進めていきたいと思います。最初に紹介するのは闇金牛島くんパート3。はい、映画シリーズ第3作となります。今回はネットを題材に、誰でも稼げるというネットセミナーを仕掛ける天井をかけるという、悪いやつが登場します。この見るからにうさんくさい男を演じるのが浜野健太さん、そしてこのネットで一攫千金を狙う、野心のある若者を演じるのが本郷奏多さん、そしてヒロインは白石麻衣さん、そして少しお色気系で筧美和子さん、そしてチャラい系のサラリーマン役で、お笑いのオリエンタルラジオの藤森慎吾さんが登場します。自分もネットを制作したりとかしておりますが、そんなに儲かるわけもなく、皆さん騙されていきます。ネット社会と、闇金が交錯して面白いドラマが展開してきます。闇金牛島くんパート3は9月22日木曜祝日、ミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはザ・ビートルズ8 days a week The Touring Years。 僕も大好きなビートルズのドキュメンタリー映画が登場です。今存命なのはポール・マッカートニーとリンゴ・スター。ポールが74歳、リンゴが76歳ともうかなり高齢になってきました。初期のリバプール時代から、1963年に始まった15カ国90都市166公演に及ぶツアー、そして、観客の前での最後の演奏となった66年のサンフランシスコキャンドルスティックパーク公演までのライブ映像を中心に関係者などのインタビューを織り交ぜながらビートルズを追いかけます。日本公開版は66年の、来日のエピソードが、長めに収められた特別版となっており、日本武道館でのライブシーンや来日時のビートルズの撮影を担当しました、浅井新平さんのインタビューも盛り込まれております。あと監督がロン・ハワードさんというのも、注目ですね。はい、ザ・ビートルズ 8 days a week The Touring Years は、9月22日木曜祝日ミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは真田重雄氏。名古屋出身の堤幸彦監督が中村勘九郎さんとタッグを組んで大ヒットを記録しました2014年の舞台真田重雄氏が映画化されました。真田幸村が実際は腰抜けだったという、設定で、その真田幸村を男にするためにサルトビスサスケ、霧隠れ才蔵、そして腕に覚えのある手だれ、合わせて9人プラス真田幸村ということで真田重雄氏が展開していきます。忍者アクション、戦いのバトル、CG、 いろんなものを融合させた、堤幸彦監督の、傑作時代劇コメディと言っていいと思います。ヒロインの大島優子さんも、忍者役で頑張っております。真田重雄氏9月22日木曜祝日ミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはある天文学者の恋文。監督はニューシネマパラダイスのイタリアの名将ジュゼッペ・トルナトーレが監督しております。
名優のジェレミー・アイアンズと、美しいオルガ・キュリレンコ共演の、感動のヒューマンミステリーです。ある天文学者の恋文は9月22日木曜祝日東方シネマズ名古屋ベイシティ伏見ミリオン座ほかで公開です。続いて紹介するのはアジン衝撃。この作品は不死の新人類アジンをめぐる争いを描いた桜井賀門さんの人気コミックをアニメーション化した、劇場三部作の第3部となります。アジン衝撃は9月23日金曜より東方シネマズ名古屋ベイシティ他で公開です。続いて紹介するのはハドソン川の奇跡。この作品は2009年に、アメリカニューヨークで実際に起こった航空機事故、当事者であるチェズレイ・サレンバーガー機長の手記機長究極の決断ハドソン川の奇跡をもとに映画化したものです。監督は名将クリント・イーストウッド、そして主演はトム・ハンクス、鬼に金棒的なこのイーストウッド&トム・ハンクス、とても素晴らしいですね。航空機事故ということで、何とも言えない緊張感、そしてある疑惑によって、この機長の決断が正しかったのかどうか、観客がこの機長の一挙手一投足に釘付けとなっていきます。ハドソン川の奇跡9月24日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは歌声に乗った少年。この作品はパラダイスナウ、オマールの壁でアカデミー賞外国語映画賞にノミネートされましたハニー・アブ・アサド監督が、パレスチナ・ガザ地区出身の歌手ムハンマド・アッサーフの半生を映画化したものです。音楽の力そして胸躍る実話に基づく感動のサクセスストーリーを楽しみください。歌声に乗った少年は9月24日土曜よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは白い帽子の女。はい、ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリー、夫婦共演の、作品となります。監督はアンジェリーナ・ジョリー、正式にはアンジェリーナ・ジョリー・ピット、はい、監督制作ですね。物語は1970年代アメリカ人小説家のローランド、ブラッド・ピットですね、と妻のバネッサ・アンジェリーナ、が南フランスの浜辺にあるリゾートホテルにバカンスで訪れ、そこで出会ったハネムーンにやってきた若いカップル、この2組の対照的な、カップルを中心に、物語が展開していきます。白い帽子の女は9月24日土曜よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは泣き虫ピエロの結婚式。この作品は日本感動大賞、2014年第4回大賞に選ばれ、書籍化もされた実話を映画化したものです。演じるのは志田未来さんと竜星涼さん。物語はみんなを笑顔にすることを夢見る見習いピエロの形見、ヒロインですねが、透析患者で自身の運命を悲観する陽介、この2人が出会って、恋に落ち2人はいつしか結婚の約束をするがという展開です。はい、泣き虫ピエロの結婚式9月24日土曜より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのはメカニックワールドミッション。アクションスター、ジェイソン・ステイサムが、精密機器のように完璧に暗殺を遂行するすご腕の殺し屋を演じた、メカニックの続編第2作となります。物語は殺し屋家業から足を洗っていた、ビショップ、その前に
ビショップを裏切っていた兄弟子のクレインが現れて、人質を取られやむなく再び暗殺を遂行することになりという展開です。ヒロインで登場するのがジェシカ・アルバ。なんかちょっと久しぶりな感じがします。お母さんになっても、相変わらずチャーミングな魅力を、放っております。その他トミー・リー・ジョーンズが、個性的な武器商人役で、そしてミッシェル・ヨーが、ビショップの仲間として、登場します。メカニックワールドミッションは9月24日土曜より109シネマズ名古屋ほかで公開です。続いて紹介するのはアスファルト。この作品は俳優や作家としても活躍し、歌いジャニス・ジョプリンのようにで監督も務めました、サミュエル・ベンシェトリーさん、彼が、パリ郊外で過ごし、団地を舞台に、自分の経験を綴った自身の小説をベースにイザベル・ユペールらの出演で描く、群像劇。団地に住む孤独を抱えた6人の男女、3つの予期せぬ出会い、こんな形で物語が、展開していきます。アスファルト9月24日土曜よりメイン小劇場にて公開です。続いて紹介するのはヘルクラン。この作品はアルゼンチンで実際に起こった身代金誘拐事件を、映画化したものです。パッと見は普通の家族に見える、プッチオケ、5人の家族、この家族がとんでもない、ことをやっております。制作はオールアバウトマイマザートークトゥーハーなどを手掛けた、スペインの巨匠ペドロ・アルモドバル。そして、メガホンを取ったのはセブンデイズ・イン・ハバナのパブロ・トラペロ監督。第72回ベネチア国際映画祭で銀獅子賞監督賞を受賞しました。世界が震撼する話題作です。エルクラン9月24日土曜よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのはデジモンアドベンチャートライ第3章告白。この作品は人気アニメデジモンアドベンチャー15周年記念作品として制作されたデジモンアドベンチャートライ全6章の第3章となります。デジモンアドベンチャートライ第3章告白は9月24日土曜より109シネマズ名古屋にて公開です。続いて紹介するのは西遊記孫悟空 VS 白骨夫人。この作品は西遊記を題材に豪華キャストと最新の VFX で描いたアクションアドベンチャーモンキーマジック孫悟空誕生のシリーズ第2作目となります。中国香港合作で、アーロン・コック、コン・リー、ケリー・チャンら、豪華キャスト出演しております。コン・リーさんが演じる妖怪白骨夫人、そしてアーロン・コック演じる孫悟空、このバトルが最新 VFX によってモンキーマジックというか映像マジックというかとんでもないバトルを繰り広げていきます。西遊記孫悟空 VS 白骨夫人は9月24日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは神様たちの街。この作品は神戸市兵庫区で毎年12月に開催されております、シニア層が主役のファッションショーを追いかけたドキュメンタリー映画です。このショーに関わる、戦災や震災を経験した高齢者たちがそれぞれの思いを抱えながら生きる姿を映し出していきます。神様たちの街9月24日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは A2 完全版。この作品はオウム真理教の広報部副部長に密着しオウム事件の本質に迫った森達也監督のドキュメンタリー A の第2弾として2002年に公開されました A2 の完全版となります。
2002年当時諸事情でカットされた部分を全て再現しておりますので要チェックです。 A2 完全版は9月24日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのはドープ。この作品は制作総指揮、ファレル・ウィリアムス、そして制作ナレーションに名優フォレスト・ウィティカーと豪華スタッフが放つ新世代ブラックムービーです。ロサンゼルスの犯罪多発地域を舞台に1990年代ヒップホップカルチャーを愛するスラム街出身の少年が巻き起こす騒動を描いたコメディ映画です。ドープ、9月24日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのはダンスの時間。この作品は子供の時間、トントンギコギコ図工の時間の野中真理子監督が11年ぶりに手掛けたドキュメンタリーとなります。水族館のショーの演出や水族館スタッフのトレーニングコーチなども務めているダンサー村田香織さんの日常を追いかけます。ダンスの時間、9月24日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはリッスン。この作品は自身も耳の不自由な新鋭女性監督牧原恵里さんとアニエス・ベイ監督作私の名前はなどに出演した舞踏家ダケイさんが共同監督を務める、スタッフも出演者もほぼ全員がろう者で構成された全編無音で視覚的に表現したアートドキュメンタリー映画となります。全身を駆使した身体表現によって音楽のある空間を生み出していく少し実験的な映画でもあります。リッスン、9月24日土曜よりシネマスコーレにて公開です。最後に紹介するのはベルリンフィルインシネマ。この作品は世界最高峰のオーケストラとして知られております、ベルリンフィルハーモニーのコンサートを映画館の音響とスクリーンで楽しむことができる上映企画、ベルリンフィルインシネマの第一弾となります。ベルリンフィルインシネマは9月24日土曜よりメイン小劇場にて公開です。リビングウィズベートーベンも同時上映となっております。はい、いかがでしたでしょうか。10本木曜日祝日があるので、20本になってしまいましたが、本当にたくさん映画があります。お気に入りの映画を見つけて映画館で映画ねしてみてください。それではさようなら。映画ねー。